東成営業所大阪市営バス東成営業所は、大阪府大阪市東成区内、今里西にあった大阪市営バスの営業所である、最寄りバス停は、東成車庫前、または地下鉄今里、今里交差点の南西側、千日前通りに面している、配置車両の側面及び後面窓ガラスに貼られる、所属営業所を示すシールの表記は、日であった。 主として、東成区、生野区、上東区、平野区上地区を通る路線、南波、天馬橋発着の路線を担当していた。走車は、東成車庫、森口車庫、南波走車場、天馬橋走車場、京橋走車場、総合医療センター走車場、熊田走車場、北辰見バスターミナルにて実施している。北辰見バスターミナルでの奏車一時担当から、 外れていたが、2013年4月より復帰した。2013年以前には、上本町6丁目や、東、深江、伏せ山の瀬などの創車場もあった。営業エリアも大阪市営バス最大で、北は東淀川区の上、新城駅前、南は松原市の三宅中と大阪市内の広範囲をカバーし、東は近鉄屋尾駅前まで足を伸ばしていた。過去には、南端は、 地下鉄住の江公園、東端はマムタ大宮まで運行していた時期もあった。2014年4月1日の路線再編に合わせて営業所を閉鎖した。末期は東成区民センターと合築された建物になっていた。2014年12月現在、営業所の看板はそのまま残っており、研修庫は閉鎖されたものの、敷地自体はバスの待機場として継続使用されている。 営業所の場所はもともと、大阪市電、今里車庫であり、また地下には、大阪市営地下鉄の森の宮県車場、今里県車区が設置されている。2014年3月31日営業所、廃止時点での運行路線。詳細は、大阪市ティバス住吉営業所、5号系統を参照近鉄八尾駅前で発車を待つ。旧 a 号系統運行区間が営業大阪市。 平野区の JR 平野駅と八尾市の近鉄八尾駅を結ぶ、旧法寺両地の南側を通る、国道二十五号と大阪府道五号大阪港、八尾線が交差する、平野東一丁目交差点では、渋滞が頻発するため、バスが遅れやすい。なお、八尾市に入る区間でも運賃は二百円均一のままで、ある。平成以降一時間に一本程度はあったが、2013年4月現在では、 平日は5往復と少なく、と休日の方が8往復と便数が多かった。遠隔運行区間内用地下鉄今里と平野区、上地区とを結ぶフィーダー路線である。歴史の経緯から平野区内の路線は少々複雑であり、いわゆるコミュニティバスのような状態になっている。全便中が他社での運行である。遠隔ダイヤ及び停留所をおおむね1時間に1本の運転であった。詳細は、 大阪市ティバス住吉営業所12号系統を参照詳細は大阪市ティバス住吉営業所13号系統を参照運行区間概要遠隔2002年1月27日までは幹線13号系統として地下鉄今里さと阿部の橋で運行されていたルーツは意外にもかなり古く戦前よりある路線である大池橋付近での経路変更が何度か 行われており、一時期は、行野の車庫前や高枝を、発着点としていた時期もあった。ダイヤ及び停留所平日、土曜、休日とも、1時間に1から2本運行している。詳細は、大阪シティバス住吉営業所、18号系統を、参照運行区間概要18号系統は、天王寺区上本町6丁目と行野の区、辰見地区北部とを結ぶ路線である、上本町6丁目、 北辰巳バスターミナル間は千日前線も通っているが、18号系統は大池橋など、幾の区の中心部を経由する。遠隔も、ともとは、幹線18号系統であり、現在と同じ上本町6丁目、北辰巳バスターミナル間の運行であったが、当初は、鶴橋駅前引く大池橋間は鶴橋保育所前、経由であった。この当時、特十一号系統。 幹線21号系統、特2 1英号系統が存在した。後に、幹線18号系統は、地下鉄、今里経由に、経路変更し、2002年1月27日に、現在の18号系統に改称した。以前18バイト号系統が、四川18号系統であった頃は、長期地営業所の経由執行であった上神明、東住宅始発便がそのまま、 感染時代のこの系統の運用に入って、上6層車場の系統の運用に入った。逆に、北辰巳バスターミナル発最終の上神名、東住宅前行きは、幹線18号系統で、上本町6丁目から北辰巳バスターミナルまで行き、そこから視線18号系統最終の運用に入った。なお、感染18号系統と四線18号系統は、 かつては一つの系統で繋がっており、上本町六丁目上新名東住宅前間の路線であった。ダイヤ及び停留所平日、土曜、休日とも、1時間あたり1から2本の運行である。現在は住吉営業所の担当の路線となっているが、過去には長井営業所や行野営業所、東成営業所の担当も存在した。詳細は、大阪シティバス住吉営業所。 19号系統を参照運行区間外洋ダイヤ及び停留所おおむね1時間に1本の運行。休日は朝から夕方までの運行。詳細は大阪シティバス森口遠慮所21号系統を参照運行区間外洋遠隔ダイヤ及び停留所。平日、土曜、休日とも昼間のみの運行でほぼ1時間ごとに運行。22系統とは違い。 ループ部分も全便が諏訪神社前を越えて運行していた。詳細は大阪シティバス住吉営業所22号系統を参照運行区間外用ダイヤ及び停留所。運行頻度は1時間に1本程度。平日朝は2本程度に増えるが、休日は夕方までの運行となる。詳細は大阪シティバス住吉営業所30号系統を参照詳細は、 大阪シティバス森口営業所31号系統を参照運行区間概要詳細は大阪シティバス森口営業所34号系統を参照詳細は大阪シティバス森口営業所35号系統を参照運行区間概要2006年12月24日の今里筋線開業に伴い2007年1月8日地下鉄今里、熊玉に路線が短縮された 森口社小前引く、地下鉄今里さは 35A5 系統のみになった。2007年9月18日からダイヤ改正により、35号系統と3 5英語系統を統合し、森口社小前引く、地下鉄今里、と、熊玉の35号系統に戻った。それまでの35号系統であった、地下鉄今里、と、熊玉は35バイト号系統となる。ただ、 2010年3月の改編以降は、東成担当の全区間同士の便が少なくなってきていた。2014年4月1日、東成営業所が廃止となり、35号系統は森口営業所単独担当、35バイト号は住吉営業所に移管された。詳細は、大阪シティバス森口営業所、45号系統を参照運行区間外用詳細は、 大阪シティバス森口営業所四十六号系統を参照運行区間概要詳細は大阪シティバス鶴町営業所五十二号系統を参照詳細は大阪シティバス中津営業所五十七号系統を参照東成営業所担当時代の五57系統運行区間概要五十七号系統は京橋駅と宮古島北部を結び大阪駅へ達する東野田から 赤川付近までは110号系統、大東町付近から大阪駅までは34号系統の保管的路線でもあった。遠隔ダイヤ及び停留所平日、土曜、休日とも、ほぼ1時間あたり2本の運行となっている。京橋駅前引く東、野田間にある京橋北口停留所は大阪駅業のみ停車した。詳細は、大阪シティバス住吉営業所。 62号系統を参照ただし、東成田担当で全区間同士の便はかなり少なく、運行されたのは、天馬橋走者の送り込みを兼ねた、上本町六丁目天馬橋間で運行された 62C 系統がほとんどだった。遠隔については公実する102号系統も参照。詳細は、大阪シティバス隅野栄遠慮所、73号系統を参照運行区間概要詳細は、 11号系統を参照ダイヤ及び停留所、平日、土曜、祝日とも、日中は、おおむね30分間隔での運行である。923.73号系統末期には、中型車の運用も存在したが、現在は、大型車のみの運用となっている。詳細は、大阪シティバス鶴町営業所、75号系統を参照詳細は、大阪シティバス、中津営業所。 83号系統を参照詳細は大阪市ティバス住吉遠慮所85号系統を参照運行区間内容85号系統は東住吉区の熊田から今里筋長堀通りを経由して南波とを結ぶ路線であるほとんどの区間で廃止されたトロリーバスの区間と並走している熊田南波間の路線としては他に73号系統があるがこちらは 鶴橋駅前などを経由し、終日で飛ばすターミナルまで運行されている。遠隔元々は、幹線85号系統として、木津営業所と東成営業所の担当路線であった。木津営業所廃止後は、東成営業所と住野営業所の担当路線になり、2002年1月27日より85号系統に、 なり、腰営業所の担当路線になったが、2007年1月8日より、東なり営業所の担当路線に戻り現在に至っている。以前、津営業所が存在していた頃には平日、土曜日の朝ラ主事に、リー運85号系統が、南橋名の橋南場間の運行をしていたが、3号系統が運行を開始する際に廃止された。 ちなみにこの臨85号系統の往路と5号系統の往路ではバス、地下鉄の乗り継ぎ適用外であった。幹線85号系統時代は一定の本数が確保されていたが、長堀鶴見緑地線の京橋震災橋延信号は日中の一部の便を除いて大幅に減便され、残りは熊田玉作りの区間運行の当時の幹線 85A 系統になった。 2013年4月1日のダイヤ改正で87号系統が85号系統に集約され85号系統の朝夜時間帯の運行が再開される2014年4月1日から担当が住吉に変更となる停留所及びダイヤかつては昼間のみの運行でほぼ60分ごとの運行であったが2013年4月のダイヤ改正後は 終日前10本の運行となっている。新斎橋南波間は、南波行は、御堂筋、熊田港は四つ橋筋を経由する。熊田港の JR 南波駅前四つ橋間には、北堀江一丁目停留所が存在するが、道路線は通過する。南波では、阪神高速1号環状線高架下,下のバスターミナルではなく、高島や大阪天北側にある停留所での発着となる。詳細は、 大阪シティバス、板タの営業所、86号系統を参照以前は、東営業所の担当だったものの、2007年から、板タの営業所がメインとなり、東成営業所が担当する便は、朝晩のごく一部の便が残るのみとなっている。2010年3月28日のダイヤ改正で86、c 号系統は廃止された。運行区間外用中央区天間橋と道区の南場を、 結ぶ路線である。天馬橋南波は松山地筋。南波天馬橋は境筋などを通る101号系統や103号系統と並んで大阪市中央区を南北に走る路線である。都心部を走る者の,の利用客があまり多くないために中型車で運転されることが多い。路線図を見れば天馬橋でループ運行しているように見えるが実際は天馬橋を奇襲点としており。 南波停留所をまたがって運行する。このため、日本橋一丁目南波間は往復する形態を取っている。ただし2002年1月27日の路線再編前までは、起点が南波、終点が天馬橋であった。遠隔停留所及びダイヤ運行本数は1時間に1本程度である。また、古いバス停ポールが残っているものがあり。 過去の15系統大阪駅行きや95系統、森宮駅前、緑橋経由の文字が見えるものがある。詳細は、大阪シティバス鶴町営業所、78号系統を参照詳細は、大阪シティバス森口営業所、10号系統を参照2014年3月31日廃止時点よりも、前に担当していた路線について、運行区間外用詳細は、 大阪シティバス森口遠慮所、27号系統を参照運行区間概要詳細は、大阪シティバス住野江遠慮所、29号系統を参照詳細は、大阪シティバス住吉遠慮所、32号系統を参照運行区間概要詳細は、大阪シティバス中津営業所、36号系統を参照京橋駅前、発着の1990年頃まで担当。 運行区間概要運行区間概要詳細は大阪シティバス鶴町営業所70.709号系統を参照2010年に70.71号系統に統合される形で廃止された。かつては急行運転も担当していたことがあった。詳細は大阪シティバス鶴町営業所71号系統を参照詳細は大阪シティバス森口営業所 78号系統を参照2013年4月の改正により、森口総社のうちこの系統のみ担当から外れている。詳細は、大阪シティバス鶴町営業所、8十五系統を参照安倍の市主配市の頃から、経由出庫で担当していた時期があった。詳細は、大阪シティバス取島営業所、84号系統を参照運行区考えよう詳細は、 大阪市 A バス古市営業所8 6 c 号系統を参照当初は、当営業所の担当だったものの、2009年から古市営業所がメインとなり、東成営業所が担当する便は、朝晩のごく一部の便が残るのみとなった。2010年3月28日のダイヤ改正で、廃止された。運行区間もと元々は、地下鉄長堀鶴見緑地線の京橋震災橋の、 延伸開業に伴いナンバ発着便の85号系統が日中の一部の便を除いて大幅に減便となったため減便となった分の大部分を区間運行便の 85A 号系統として熊田玉作りの運行を開始した後に玉作り玉作り2件で国立病院大阪医療センターを経由する区間を延伸する2012年4月1日のダイヤ改正で 系統番号が 85A5 系統から87号系統へと変更になる。2013年4月1日のダイヤ改正、運行経路変更で廃止となり、85号系統に集約された、低流章及びダイヤ系統番号は変更になったものの85号系統を保管する。位置づけは変わらず朝夕の運行がメインで、末期は土曜日を除き日中は運行されていない。 二千十二年四月一日より国立病院停留所が国立病院大阪医療センター停留所へと名称変更される運行区間概要遠隔運行区間概要遠隔ダイヤ及び停留所二千十三年現在は大型車と中型車が配置されている以前は大型車は日野自動車製中型車は三菱自動車製で統一されていたが現在は大型車が イスズ自動車製、及びド、トラックス製で、三菱不走への OEM 車種である三菱不走、エアロスターエースの2種、中型車は、イスズ製、日産ディーゼル製が配置されている。他の営業所で抵抗会社の導入が進む中、2013年、現在、ニュース、1991年に、国内初のリフト付き路線バスが導入された、営業所でもある。 その後ノンステップバスの導入ペースは遅かったものの、2005年頃から毎年のように増備が続けられ、2010年3月に全車ノンステップバスへの置き換えが完了した。下記は大阪市交通局時代の情報。ありがとうございます。